チョ。ボンジョーノ。あっちゃんです。いやー、眠たいね。はい。ということでね、久々の弁当作り、頑張っていきたいと思います。はい、久々に。これ、ブリッジしてました。昨日夜からね。これがね、お弁当作りのデフォです。あーっとね、ブリッジ流して。表面ね、ブリッジして、だったんで、ちょっと流します。で、これ引いて、スプーンもね、引いちゃうんで、よっしょ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 、久々やから何回やってきたか分からなくなってきた。ゆきちゃんのお供えと食弁当箱をブリッジじゃない、ファストリーでして、していきますね。ランチジャーはね、もうちょっと暖かくなってから使わせていただきます。でね、ご飯を入れて作っていきましょう。ではね、まずちょっと材料を切っていきましょう。ピーマン、今日はピーマン食べてくれるからね。玉ねぎも食べてくれるからね。けどね。
ってみましょう。よし、熱くてみましょう。眠いから何をしていいのかわからなくなってきた。ああ、入れすぎた。小分けボトルに入れとかない。トリュフ。トリュフブイヨンでいきます。焼いていきましょう。うまいこといただいた。あ、チーズ入れへんかったな。なんか忘れたと思ったな。読みたいね。色合いに行った。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って。ネフが。数滴の油を。ウインナーじゃない、普通のウインナーを買ってきた。マジうまウインナーって。普通のパリッとしたやつ嫌やつって買うかはなしやねんけど、パリッとしたやつはなんか好きじゃないねんって。で、赤ウインナーもぼちぼち飽きたって言われて今頃みたいな。
赤ウインナー美味しいとか赤ウインナーとかね、パリッとしたやつの方が好きじゃん。あれはいらん、ジューシーなのはいらん、難しいな、豚肉芝居じゃなくなったんだね。豚肉じゃなかったよ、見てたから。
屋さんのタレ。終わり。絵の具が開けた。ではね、ちょっと入れておきます。ちょっと洗います。バター。舞茸のね、バター醤油ソテーが好きなんでね、今日はそれにしときましょう。昨日の晩ご飯にも撮ったけどな。好きなやつ食ったのが一番いいんでね。Thank you.
ったりしてきたら醤油、醤油をね、出すぎね、これこれ出すから、これで一気に出すんだよね、焦がし醤油を入れて、この醤油すごいわ。はい、完成です。茶碗寝込みましょう。一発目チーズを忘れるという大失態を犯してしまっちゃったわ。よいしょ、よし、やっぱり大丈夫か。チーズよく挟んだから、水をぎゅーっと詰めて、これチーズささみカツ自然解凍 OK のやつです。これを入れると、はい、完成。赤身のないお弁当です赤身はね、赤ウインナーとやってるね、まあ、今この入れ物で赤出しましょう。はい、はい、ということで完成です。焼肉、人参と玉ねぎとピーマンの焼肉、タレは焼肉ダレ、それに、お酒とみりんでちょっと味を加えてます。で、トリュフブイヨンのハム卵焼き、チーズハムカツ、チーチク、なんとかウインナー、うまウインナーと、舞茸のバター醤油ソテー、以上で完成です。はい、まあ起こす予定、起こす10分ちゃう12分ぐらい前に完成。はい、まあ予定通りですね。はいまあお弁当 2年生2学期初めてのお弁当もね、まあまあ順調よく始まったんで、さあ、この後、つたちゃん
休憩して、10分ほど休憩して子供を起こしたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのお弁当、久々のお弁当、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。豚肉縛りが終わったんでね、ぼちぼちちょっといろんなものが作れるんでね、また楽しみにしとってください。まあ豚、鶏、牛のローテーション、魚は嫌やって言ったんでね、はい、まあ、時々マトンとか入れてみたいんだけどね、なかなか手に入らへんのでとか、ダチョウとかワニとか、なんだ、ウサギとか、はい、カエルとかということで、今日のあちゃんの朝のお弁当作り、この辺で終わりにしたいと思います。ということで、バイバイ。